道の駅キリラ坂下は、岐阜県中津川市坂下にある国道256号の道の駅である。駅名は、所在地が木曽川右岸にあることから、木曽、リバー、ライトサイドの頭文字を組み合わせたもので、他に木の里で楽しむの意味合いも込められているという。中津川市が筆頭株主の第三セクターである、キリラ坂下が管理、運営を行っていたが、 開業当初の3年間で赤字が累積。その後は黒字経営の年度もあったものの損失解消が見込めず資本金を食いつぶす結果となったから2014年11月24日に事業から撤退し2015年3月末の会社解散をすることになった。これに伴い地元特産の蕎麦を使った蕎麦打ちや菓子作りの体験施設、 レストランは一旦閉鎖された。また、特産品販売所は規模を縮小した上で、12月1日から、地元のちづくり協議会が、暫定的に営業を継承することになった。なお、道の駅の基本的な機能であるトイレや、道路情報コーナーの運営は、そのまま継続された。2016年4月2日、リニューアルオープンされ、体験施設やレストランの営業が復活した。 ABCDEF 森川洋キリラ坂下が閉店中津川の道の駅運営さん。セクモ来春、解散。朝日新聞、キリラ坂下レストラン、体験コーナー営業停止のお知らせ。キリラ坂下。2015年3月1日閲覧。ありがとうございます。